蒲郡市竹野谷町の現場です。土砂崩れで倒れた民家でしょうか、傾いている状態が確認できます。愛知県蒲郡市竹野谷町大久保、この場所で8月27日夜土砂崩れが発生しました。住宅が飲み込まれ3人が死亡し2人が重軽傷を負いました。でも言葉を失いました。いつもある家、見てた家なんで。地元蒲郡市の建設業山中組の長坂拓也さんです。家屋や土砂の撤去作業を手伝おうと現場に向かいました。その時に感じたある異変とは。現場見るじゃないです。そしたらやっぱり水が出てるんですね。さっきも話した通りバーって水が出てるんで。地元蒲郡市の建設業山中組の長坂拓也さんです。長坂さんが当時蒲郡の土砂崩れの現場に到着した時驚いたことがあったと言います。現場見るじゃないです。そしたらやっぱり水が出たんですね。さっきも話した通りバーって水が出てるんで、まあ、崩れた家の方から流れてきたんで、ちょっとその、まあ、山の水が流れてくるのも分かるんですよ。でも全体流れてるんで、もう一箇所だけザーって流れてるんで、でもじゃあかといってそこに水通りがあるかって言ったらそうじゃないし。長坂さんによりますと、建物が崩れた付近で大量の水が激しく流れていたといいます。山水なのか水道なのか、農水なのかわからないですけど、とりあえず水がすごい流れていたので、まあ、普通には歩けん状態でしたね。いろんなもんが流れてきたので、まあ、撤去しても撤去してもやっぱりこう上から水が流れてるので土がどんどん流れてくるんですよ。崩れた山がどんどんこう水通りであったりクラックってこうひびなんですけどが大きくなっていったんですよ、裏の山が。でまあ日に日に時間が経つにつれてこう大きくなったので、もう崩れるかもしれない。この大量の水はどこからやってきたのでしょうか。現場近くには豊川用水が通っています。先月6日管理団体の職員らが豊川用水を提供している水道管に通水テストを行い水漏れがないことを確認しました。では大雨の影響なのでしょうか。現地調査を行った土砂災害に詳しい名古屋大学の田中隆文客員教授は、今回の場合その水が噴き出した後というのはあまり明確に見えないんですね。本当にどこから水が来たんだろう。崩壊斜面の最上部のところに、地中水じゃない形で水が集まっているように、まあ、今回今日今見たところは見えていると。なぜ大量の水が流れていたのか、さらにその水と土砂崩れの関係性は。現在も調査は続いていて原因の解明が急がれます。